来年の大阪・関西万博に向けて、兵庫県内では高校生などが地域の人の思いを取材し、動画を制作するプロジェクトが行われます。これに先駆けて今日、神戸の高校でインタビューの方法を学ぶ特別授業が行われました。このプロジェクトは、来年の大阪・関西万博に向け、兵庫県内で展開される体験型観光プログラム、兵庫フィールドパビリオンに関わる地域の人の思いなどを県内の中高生や大学生が取材し、3分間の動画を制作するものです。今日はこのうちプロジェクトに参加する神戸北高校の2年生145人がインタビューの方法を学ぶ特別授業が行われました。神戸北高校は生徒数の減少などから来年度に神戸港北高校との統合が決まっていて、最後に作品を残したいという思いから参加することになりました。授業で生徒たちは取材相手について事前に調べておくことの大切さを学んだ後、実際に聞き手と話し手に分かれて動画を撮影しながらインタビューの練習を行っていました。聞き出したい情報をいかに簡潔に相手に質問できるのかっていうところが課題だなって思いました。魅力を引き出せれるように、いろんな質問をして、そこでしか知れないことを知ってもらえるように、たくさんその人たちのことについて調べて発信できたらな。神戸北高校の生徒たちは今後夏休みなどに取材を進め、12月中旬までに動画を完成させるということです。